とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクララジオンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新しく出てきた装備、使っていきたいと思います。これですね、ビースティンガーです。タワーシーズン10で出てきた、超理想的なやつです。黄金が、輝き2。で、エンチャントで、重力、あ、1でよかったな。まあいいか。虚無、弱体化。です。重力、虚無、弱体化。まあ、輝きは2で若干惜しいんだけども、まあまあまあ、4つとも超理想的なビースティンガーです。使ってみましょう。デイリー行ってきます。壊れたシタデル。ですね。モブ速度 30% アップして、雲に置き換わる。で、プレイヤーが成長を持ってるっていうやつです。まあ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 、そんなにね、難しくはないかもしれないんだけども、行きましょう。まあ、ここはね、あんまりキャプテンいないんだよね。いたとしても3体ぐらいじゃないかな。なので、ちょっと、えぐい感じにはならないとは思うんですけども、できるだけ、なんかいい感じのやつ出てきてほしいな。はい。オッケー。いい感じ、本当に。でも弱体化入るから、40% ね、敵の攻撃力減るのよ。で、さらに、虚無が入っちゃうので、ダメージも増える。素晴らしいね。本当に。まあまあ、このね、パワーシェイカーの編成っていうのは最近使い出したやつで、ほんとこれはね、昔知らなかった時知りたかったなぁ。ずっとレイピア系弱いと思ってたんだけども、使い方次第でこんなにすごいことなるとは思いませんでした。多分、知らなかっただけで、危ない危ない死ぬ死ぬ死ぬ危ねえ毒爆弾食らうとこやった。あのね、タワーではね、いい装備が出てたかもしれないんだよね。もうなんだろう。レイピア系っていうので、もうすぐに、あ、これはいらないわ、みたいな感じで、捨ててたんで、実はいいのが出てたのかもしれない。でも、もう今ね、いいのが出だしたんで、もう全然満足なんですけどね。輝きがね、これ、3だったらマジで最強だったんだけども、まあ、2でも、20万以上ね、回復するんで、大丈夫です。あと欲しいのは防具だね。武器は大体揃ってきたので、欲しいのはあと防具なのよ。何かいいやつ、タワー、今回のね、シーズン11、お願いします。まあ、こんな感じで進んでいきましょう。楽勝だな。中間地点、タワー着きました。全く問題ない。これやっぱロッパー吸収の防具がいいのかな、このビルド使うならば。特に、なんだろうな、ポーションバリアはそこまで使ってない。あ、まあまあ、多分そんなにね、難しいクエストじゃないからっていうこともあるんだろうけども、あんまりポーションバリアを使うところがないね。ギュンギュン回復するし、そもそもダメージをそこまで受けないですね。こんなもんだったっけ？オッケーオッケー。あー、ここが嫌いな場所だ。ここ嫌いなんすよ。オッケー。やっぱりね、回復量違うよね。全然。そもそもか、あそもそも輝きでも回復するし、ロッパー吸収でもうギュンギュンいくんで、回復量もう本当にえぐい。素晴らしい編成だわ、マジで。よし。はい、もうちょっとで一番上か。あ、まだまだやね。これね、破壊力もすごいいいしね。これは本当に、あ、で、あとね、パワーシェーカーが今ね、255なのよね、持ってるのが。256が欲しいですね。多分1上がるだけでそれぐらいのパワーになると、どんぐらいだろうね、10万とかダメージ上がると思うんで、10万どころじゃないかもね。なんで一
ょっと1でも多いやつが欲しいところです。なかなか出ないんだよね、フルパワーって256ってね、なかなか出ないのよ。でも出たらマジで最強なんで、すぐに欲しい。パワーシェイカー出る場所がね、少ないっちゃ少ないもんね。パワーシェイカー自体があんまり出せるクエストっていうのが限られてるんで、どこいるの？エンダーマンがどこにいるかが全然わかんない。あ、いたいたいた、エンダーマンがどこにいるかが全然見えないんだよな、これ。同じような敵ばっかりいてさ。じゃあ OK、まあ、とりあえず中間地点のタワーはここでおしまいですね。では先に進んでいきましょう。キャプテンはいてくれるかな。お、キャプテンがいる。そっちかい。 OKOK、 よし。あー、ちょっと待って、よかった、旗取れた。反対側にいたからどうしようかと思った。何、あ、モブが長弾を持ってるってやつね。全然余裕です。いた、どこだ。あ、いたいた、待て待て、いい。あもう、あ、落ちやすいじゃんここ。もうびっくりした、ちょっと待って、落ちやすい落ちやすい、ここ。オッケー、神秘なんだ、ナイトモード。あー、嫌だなナイトモード嫌だな。いた、ナイス、オッケー、ナイスナイス、神秘オッケー、いい感じ。ちょっと待って、取らせて。何、まあモブダメージ 10% か、あんま大したことないやつでしたね。モブダメージが 10% アップです。お、でも今回意外とキャプテンいてくれて嬉しかったな。うん、いつもここなかなかいないんだけどね、今回結構いてくれて嬉しいよ。ボス来ました、いきます。いいね、いいダメージ、いいダメージだわ本当に。うん、これ俺攻撃範囲すごい広いから向いてるね、ナイトモードに。危ない、危ねえ、すぐそこやった、危ない。さすがにね、ダメージ 10% アップしてる、クリーパー食らうとちょっと痛いのよね。よし、あー、嘘、戻るの早くない？ちょっと戻らして、痛い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 よ、やめてくれ。じゃあいいね、近寄らせないし、輝きでも回復する、素晴らしいね。うん、あ、あとあれか、ロッパー救助のやつね。いくぞ、突っ込め、よし、うわやっぱり痛いな。ポーションバリア使え、全然使ってなかったじゃん。よし、あ、痛い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 、ちょっと待って、お前そこっち来んなって。よっしゃ、 OK、 行きましょう、行くぞ。いいね、また潜る、潜りすぎじゃないか、潜りすぎよ。はいはいはい、あ、お、蜂ナイス、蜂はね本当に役に立つから、防具にはねタンブルビーできるだけ入れておきたいところよね。うん、タンブルビーはいいわ、特に高難易度で。行くぞ、よっしゃ、もう終わりだ、終わり。はい、ということで、ボスまで倒せましたねナイトモードはボス倒した後も油断できないな。はい、ということで今日はですね、これビースティンガーの超理想エンチャ、まあ黄金がね2なので3だったらマジで最高だった
でも、本当に満足いく、装備です。これは良かったね。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。